本動画では鳥獣被害対策、寄せ付けない、守る、捕まえるのうち守るの取り組みとして高級電気柵の設置方法をご紹介します。まずは柵を設置する前に設置する場所の状態を確認していきましょう。あ、果物が捨ててありますね。農作物を収穫した後の残渣などは人間にとっては不要なものかもしれません。しかし野生鳥獣にとってはご馳走です。餌になるものは取り除きましょう。子供の頃はこういう茂みに秘密基地を作ったものですね。藪や茂みは野生鳥獣にとっては安全な隠れ家、通り道です。隠れ家になるものは取り除きましょう。仮払いを行い見通しを良くしましょう。この2つを意識して設置場所の環境を整えましょう。そして地域の皆さんで設置場所や管理方法を話し合いましょう。柵の種類はどうするか、どこに設置すると管理しやすいかなど、柵を効果的に維持管理できるようにしっかりと話し合って決めることが大切です。さて、電気柵とは一体どういう仕組み、効果があるのか、ここで確認しておきましょう。電気柵は野生獣に痛みを与えて守ることができる唯一の柵です。支柱、ワイヤー、パワーユニット、アース棒で構成されています。野生獣の鼻に当たることで地面を通して電気が流れ効果を発揮するので、適切な高さでワイヤーをピンと張ることが大切です。また適切な電気を流すためには距離に応じたパワーユニットとアースを選びましょう。通電する際は100ボルトコンセントから直接通電を絶対に行わないよう注意しましょう。実際に撮影された電気柵の効果がわかる映像です。バチッ、いてと驚いて逃げていきますね。これらの動物はしばらくの間圃場に近づかないことでしょう。このように電気柵を効果的に維持管理できれば、野生獣の侵入を防ぎ農作物を守ることができます。電気柵は主に2種類あります。一つはポリワイヤーを利用した簡易電気柵。こちらは軽くて運搬しやすく、設置場所の移動が簡単です。しかし農作業の機械作業時や冬の間は撤収が必要で、毎年設置と撤収を繰り返す必要があります。もう一つは現在主流となっている高級電気柵。単管パイプとフェンシングワイヤーを使います。こちらは一度設置したら簡単には撤収できません。しかし冬の間はワイヤーを緩め、その場に下ろす作業だけです。また長距離での設置にも対応しています。冬の間も必要に応じて稼働させることもできます。コストはどちらも同じくらいです。皆さんにはどちらが適しているでしょうか。対象鳥獣や対象作目、地域に適したものを皆さんで話し合って決めましょう。今回は高級電気柵の設置方法をご紹介します。それでは実際に使う資材や工具を見てみましょう。ランマー、支柱を打ち込むのに使う道具です。大きな音が出るので耳栓やイヤーマフがあると良いかもしれません。高級電気柵用ワイヤー、フェンシングワイヤー、ワイヤー繰り出し器。フェンシングワイヤーは一巻約20kgありますので、これに乗せて回しながら繰り出します。コーナー返し、返しとドリルビス、ワイヤーを固定する支柱、クランプ、緊張具、
緊張具用ハンドル、パワーユニット屋外用、パワーユニット屋内用、Y 型ポスト、アース棒、デジタルボルトメーター、夕方ラインクランプ、危険表示板、ワンタッチテープゲート、その他金槌、メジャー、インパクトドライバーなどの工具類、ラベルです。それでは高級電気柵を設置していきます。まず起点となる支柱を設置する場所を決めた後、その他の設置場所にラベルを使って目印を設置します。今回は L 型に設置していきます。次に支柱に打ち込む深さと外紙をつける位置をマークします。打ち込み芯の設定は50センチから70センチです。マークが終わったら支柱を配ります。目印があるので誰でも置く場所が分かり、作業がスムーズです。角になる場所には支えとなる支柱とクランプも配ります。中間の支柱も一定の間隔で配ります。支柱の間隔は通常4メートルから8メートル程度で設定します。段差や凹凸がある場合には支柱の追加が必要となります。ランマーで支柱を垂直になるよう打ち込みます。斜めになっていないか前後左右から確認します。支柱を手で支えるのは危険なのでやらない方が良いでしょう。打ち込みすぎにも注意します。はじめにつけたマークを確認します。支点や終点、角になる箇所には大きな力がかかるため、支え支柱を打ち込み、それらもクランプで固定し補強します。支柱はランマーを逆に持って打ち込むこともできます。支柱と支え支柱をクランプで固定します。支点・終点の支柱ではコーナー返しを上から通し、上下に動かないようドリルビス2本で挟み込むように固定します。段数分のコーナー返しを終えてから支え支柱を設置します。支点、終点、角の支柱の設置が完了したら、繰り出し機にフェンシングワイヤーを乗せます。回転してもぶつからず、できるだけ平らな場所に置きましょう。またワイヤーが偏らないよう注意して、上に外れないための L 字アームを固定します。ワイヤーを置く際には向きがあるので注意しましょう。通常ラベルが読める向きで置きます。ラベルはワイヤー先端を止めている役割もあります。ワイヤーの先端を中に入れてしまうと絡まって大変なので、ラベルを固定している金具は最後に外し、ラベルを外した先端からは手を離さないようにします。先端を持って支点から終点に向かってワイヤーを引っ張ります。できるだけ同じ速度で歩きます。途中でワイヤーの繰り出しを補助する場合には、ワイヤーの張りを維持し、繰り出しすぎないように注意します。ワイヤーを引っ張る際は、力が必要な長距離の場合には先端を少し折り曲げるほか、お腹の前を通して体全体で引くほか、2人で引く方法もあります。
終点が近づいたら徐々に減速し、急には立ち止まらないようにします。終点に到達したら、コーナー返しに持ってきたワイヤーを固定します。使っていない側の穴にワイヤーの先端を通し5回巻きつけます。巻きつけた後のワイヤーは他の段との接続などに使いますので、できれば60センチ程度そのまま残しておきます。角になる支柱に返しを取り付けます。指定の高さにマークがついていますので、返しの中心をワイヤーが通るように返しを当て、上下をドリルビスで固定します。返しは上下どちらでも良いですが、ワイヤーを固定するピンの耳を右側にするのが通常です。ビス2本で返しが固定できたら、ピンを本体から外しワイヤーも固定します。支点、終点、角が固定された状態で軽く緊張をかけワイヤーを張っていきます。緊張具にハンドルを取り付け、余分なワイヤーを巻き取りワイヤーを張っていきます。自分でワイヤーを引っ張りながら巻き取って前に出るような感じです。巻き取る方向はどちらでも大丈夫ですが、向きは統一した方が良いでしょう。最後にピンで留めます。対象となる穴にピンを刺し、緊張具をロックします。緊張具自体が下がらない程度に緊張をかけます。最後にハンドルを外します。ワイヤー全体の緊張度合いが均一になるには半日程度かかりますので、また後ほど緊張度合いを確認します。ワイヤーが1段張れました。中間支柱も打ち込み、返しを取り付け、ワイヤーをかけピンで固定します。最後に緊張具でワイヤーを緊張します。すべての段を張り終えたら、両端でそれぞれの段の結線を行います。コーナー返しの結線で余ったワイヤーを一つ上の段に巻きつけ、外れないように夕方ラインクランプで固定します。夕方ラインクランプは13ミリのレンチとペンチを用いて締めます。これで全ての段に電気が流れることになります。ワイヤーの繰り出し作業が終わったら、次の作業もスムーズに進められるよう向きに気をつけながら、ラベルをワイヤーの先端に取り付け針金で固定します。このワイヤーの繰り出し作業でトラブルを起こしてしまうと、作業が止まってしまうことになりますので、ワイヤーの取り扱いは最も慎重に実施すべき作業となります。車両やトラクターの出入りのためのゲートを取り付けます。今回はワンタッチテープゲートを取り付けます。4段が一度に開閉できるのでとても便利です。当然そのワイヤーには電気が流れていますが、電気はゲートを閉じた時にのみ供給されるように結線します。またゲートを開けている場合も、その奥のブロックにも電気が供給されるよう、ゲートの地下に被覆ケーブルをパイプに通したものを埋めて電気を送る必要があります。リボンワイヤーを固定するための道具などもセットされています。ワンタッチテープゲートが完成しました。一度に4段の開閉が可能です。今回使用した4段タイプはおよそ6メートルまで対応しています。最後にパワーユニットとアース棒の設置を行います。アース棒はパワーユニットの近くに数本、
アース棒全体を埋めるつもりで地面に垂直に打ち込みます。ソーラーパネル用のパイプを打設します。ソーラーパネルを取り付けます。パワーユニットはソーラーパネルの日当たり、スイッチ操作の容易性、盗難防止を考慮して決めます。パワーユニットの赤コネクターはフェンシングワイヤーに接続します。パワーユニットの緑コネクターはアース棒に接続します。今回は畑でないため、アース棒はすべて刺さっていませんが、実際にはすべて埋めてください。そして危険表示板を取り付け完成です。最後に通電試験と電圧測定を行います。まずパワーユニット単体での電圧を計測します。赤いクリップをワイヤーから外し、デジタルボルトメーターのプラス端子に接続。パワーユニットの緑のクリップをアース棒から外し、デジタルボルトメーターのアース端子に接続。これによりパワーユニットが正常に稼働することを確認します。現在は無負荷の状態なので、約 8.5kV 以上が表示されることと思います。この状態で電圧が低い場合にはパワーユニットの故障が疑われます。次は柵にパワーユニットを接続して電圧を計測します。デジタルボルトメーターからアース端子も取り外し、本体はワイヤーへ接触させ、アース端子は地面に刺すか接触させます。この時距離にもよりますが、約 6kV 以上の電気が流れているのが通常です。これよりも低い場合にはアース棒を含め柵全体の点検を行います。設置後、電圧は下草などによる漏電のため徐々に低下しますので、それを見越した電圧が出ているかを確認します。このように外資から完全にワイヤーが外れていた場合を試してみました。この場合は 0.8kV と素手で触れるほどの電圧となっていました。ゲートの電圧も確認します。ゲートを閉じている間は十分な電圧で電気が流れており、ゲートを開けるためゲートのバーをフックから外すと電気は流れていないことを確認します。秋になり農作物がなくなりましたら、パワーユニットなどは取り外し、ワイヤーは緊張を緩めて外資から外し地面に下ろします。支点側に手繰り寄せられる分は手繰り寄せて越冬させます。電気柵はしっかりと設置すると効果は高いのですが、地面との間に隙間がある場合などは侵入されてしまいますので、その場合には支柱を追加して隙間を埋めていきましょう。電気柵を漏電させないため、また野生動物が姿を隠せる場所を作らないためにも、定期的な刈り払いを実施しながら生ゴミや廃家などの野生獣を誘引するものがないか、集落や農場の皆さんで話し合いながら獣に負けないよう頑張りましょう。